エスコンフィールド北海道の目の前、先月開業したばかりのこちらの高齢者共同住宅の中に来月複数の病院が開業します。先月開業した F ビレッジ内の高齢者共同住宅の中に完成し公開されたのが医療モール F ビレッジメディカルスクエアです。内科や小児科などの診療科と薬局が入ります。なぜこの場所に病院が整備されたのでしょうか。北広島市が抱える医療問題、特に小児科不足などこの課題に対して少しでも貢献できればといった思いで F ビレッジメディカルスクエアを設立することとなりました。また整形外科ではファイターズのチームドクターなどが診察に当たる予定で、 F ビレッジ内で怪我をした人の治療も対応します。アイスポーツに関しては非常に専門性を持って診断治療ができますし、リハビリも対応できるかなと思います。エスコンにいらっしゃって、あの階段で転んでしまった観客の方も当院にすぐ来ることができると思います。共同住宅に住む高齢者の安心感にもつながるメディカルスクエア、来月1日の開業で F ビレッジはより町としての機能が充実しそうです。